次はですね、ま、さっき、伊吹き文明さんはそう言ったよね、さっき昔の、あの、森内閣の時にね。森内閣って今思えばすごいよね。よく、よくあんなものが内閣となりた。でも今回、その森内閣の、結局森喜郎さんが、これほとんど影で動いてるからね。朝シーンも書いてあったけども、ね、夕食に呼んで、何度も何度も夕食に呼んで、うん、安倍官、ここ、こう、こういいよ、あとは君が考えたまえよ、ポン 大体会社で上司にこう言われて飯を送らされて、あとはまあ、君の判断に任すよ、ポンって言われて、断れるわけないっていうのは、皆さん、世間の常識ですよね。昔も花田編集長って人に呼ばれてね。花田さんですね頼むよ、任しとくよ、あとは君の判断にンんって言って、やらないわけいけないでしょ。いやいやいや、花田さん、今週末土曜日、結婚式ですけどね、日曜日か結婚式ですよ、25歳年下、無意思と、元木議員秘書と。 なんで俺があんなもんに呼ばれて、名前が包まなきゃいけないんだ。いかにじと言いたい。いやいや、おめでとうございます話がそれたけども。そう。森永学最低だった。それで、この中に柳沢博雄さんという人が厚生労働大臣だったね。甘井明さんという人が経済産業。この名前、二人並んでみて、並んでてみて、どっかで見たなと思ったら、ここに手元にあるけども、これ赤旗が書いてんだけど、まあ普通の新聞もこの時書いてましたけども、この間ほら、 あのサラリーマン金融っていうか、消費者金融ね、はい、いわゆる消費者金融、はい、消費者金融のグレーゾーン金利、はい、今29%かなんかだけど、あれはいくらなんでもひどいじゃないかというんで、上を下げましょうと言ったと,、はい、と、ところが自民党の中の部会で、なぜか、それをもう認めと、高い方で、高い方で認めるじゃないかって話になって、はい、それであの後藤正臣さんっていう若い生きのいい徳島出身の代議士が結つまくって。 やめましたよね。あのやめ方もずるくてね、どうせ今日で終わりだったんだけどね。<laughs> <な>ちょっと2週間ほど早く、早く月末ってげけたけど。まあでも、過去がだ。その時にに、ね、業者側に、死んじゃなねこういう時に業者側に立って、高い金利を設定しようとちょろ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 動いた国会議員たちがいたわけですよ。うんね、それでその頃新聞とか、これ赤旗ですけど、名前が出た、<laughs> えその貸金業、全国貸金業政治連盟っていうのがあって、 これ面白いね全国貸金業政治連盟だから、略称が自分たちですけど全政連って言うんだよ全国の全と政治の政度連盟の連じゃ、これだったら貸金じゃなくって、全国風俗業政治連盟だって、全国国道君政治連盟だって、全部全政連じゃないか、ちゃんと金貸し連とか、そううい全政連がパーティー金を買った自民党員リストってのをかけてる、つまり形を変えた企業献金、要するに政治献金で、トップから。 30万円、あまりきらく君。2>, 2番目、20万円、柳沢白鸚君ああ。本当だ。上位2人。おお、さすが全盛連から金貸しから金をもらって寄付を受けてて、<何>高金利で庶民を踏みつけにしている、このリストから、上位2人からバッチリ入学、上から順番。たくさん、こういこれい、金貸しから金もらったけど、入学できねえらしいよ、今回の大学は。<ー>何考えてんだ、安倍晋三。 ね、これ、だから BSE に関してはね、<え>一番こんな危ない人、だって子供たちの職とかなんかで,で、お母さんたち、今日も米国産業に買っていいのかどうかってことでしょ、うんううん、それからその、それを松岡さんを入れた、<え>それから、まあ、あの気の毒に本当に生活に困って、やっぱり主婦の方なんかでどうしてもお金借りなきゃいけない、はい、要するに生活,かん生活の問題ですよ。それで その金貸し、もっと高金利していいよって言ってる二人を、上から金もらってる二人を入れてる。うん、ここちょうどこの朝日新聞から一緒並んでるよね。柳沢白鵬、松岡あま、はい、りわけつれ伊吹文明って4人並んでるけども、これね、女性の皆さん、はい、来年の参議院選挙、入れますかこの、こういうことされて。いやいやあなたたち、いやいや頭から踏みつけにされてるようなもんですよ。てか僕、安倍さんのために惜しむよ。安倍さんってやっぱり国家間や外交においては非常にいいスタンスを持っているんですよ。うん、どうして安倍さんにもっと自分でやらして、 あげなないのこんなもんんも押し込だだらダメだよんで安倍さんちょっと褒めておくとね、はい、実はあの内閣、えー、と要するに内閣の,あごめんあの官邸の、ね、補佐官では非常に優秀な人たちを入れ中山三葉をあの拉致担当にしたりそれから官房副長官に、うんえー、民間から起用しましたもう官房副長官っていうのは官房っていうのはですねいろんな役人が入ってきてですね、うん、あのごたごたごた要するに霞が関の意向を、うんえー、言うわけだ。 で要するに、おめつ客がいっぱいいて、好きなことさせねえぞと、俺たちの利権は絶対守るぞと言ってるわけだ。うん、ところが、で、そこのボスに、普通は、えー、官僚の中から一人来て、それで総元締めみたいな、どう求めたことやるわけ。うんうん、で、それが官僚の利権の象徴なわけ。それになんと今回、民間を入れたんですね。民間から。うん。民間から、的場順三さんという、これは、あの、安倍さんのお父さんとも非常に親しかった、<ー>素晴らしい民間の志ある、昔、あの、あの、行革やった土孝さんみたいなね、 非常にストイックな、あの、ここ出しのある財界人ですよここで安倍さんは言えたんだ。一つだけやったけど、これが霞が関は大ショックだと思うね。はい。は 僕のまた、奈良の時の同級生も一人、某役所から今回、官房に入ってますけれどもね、彼らの頭の上にこういう民間から来た人がいる、こういういいこともやってるんですよ。そこでいっぱいだだったんいっぱいいいっぱだったんだね、だから今回のこの夜の指導部に、僕はこれ、美しい国を作る内閣とか言ってでしょ、はい、美しい国づくり内閣。 お前も、こんな美しくない内閣はないよね。美しくない内閣ってね。ま <laughs> だでも東京のこれライジオだから美しくない内閣って言ったから、昨日大阪のムーブっていう番組でいきなりこれポーンと名分にしちゃった瞬間、ね、あ、これは薄汚い内閣ですねっていきなり言ってね、<laughs> みんなスタジオがこう言いついたんだけどね。<laughs> 政治ちょっと知ってる人だったらこの顔を見て薄汚いと思いますよ。<laughs> うもうちょっと言っとくとね、はい、公明党、また最大の利権官庁国土交通省を抑えてまいりましたね。デイジーに取るんだったら国土交通省だったら言ってるのが知らない人だったらいるんじゃないかと思うんだけどね。<laughs> 国土交通省って、この代理 <laughs> 権ポストを、今までは高知会、田中早なんかが、もう血を洗う争いしてきた、うん、それを2回連続して、これでまた何年かやったら、5年、10年って持たせるっていうことは、ものすごい恩というか、金で連立を買ってるようなもんですよね、うん、だから要するに自民党内の最大派,は派閥は、今は、えー、公明党ですね。 うん、かと思えば、ですね今これ、ほら少子化問題といろいろテーマがある中で、はいはい、一番問題なのは、昨日もあの小林薫るっていう卑劣な男に死刑判決がね、受、ね、たって誠に見られたい限りだけれども、要するに治安の悪化、子どもたちの命、それを一番やらなきゃいけないのは国家公安委員長ですよ、この間も2日決闘されたけど、まあ、たわけわかんない、じいさん、<laughs> 参議院からさ、参議院の青木が勝手に指名してさ、それをそのまま横滑り生きててさ。 ちゃんと治安やる意気がつもりあんのうこういうところにたて、例えばさ石原信孝さんとかさ、お父さんがあれだけ勇ましいこと言ってさ、でも名前出てましたよね。信孝さんはあれで入ってるんですよ、<や>あの官邸の方には入ってるんだけどね、<や>こういうところに石原さん、お父さん、あれだけね、歌舞伎町浄化とかさ、なんとかやってんだから、ね、親父の家を借りていいから、うん、こういうところに石原さんとか入れて、がつんってやるんですよ。なんで入れないれもうそれ、もうじゅんくりじゅんぐりですね。うん、うん 女性人は、だってお,、はいえー、お二方と、あ<あ>高市さんね、はい、いや、こう、まあ、田さんは大変優秀なエコノミストだけども、要するに、女まあ、彼女の力で、えー、これ、竹中さんがやろうとしったポジションですよ、あれだけ剛腕、嫌われてもやってた竹中さんのことを、うん、女性にできるかどう、女性はっていう、ね、彼女にできるかどうかって、一つ、まあ、ちょっと心配ではね。はいうん 高市さんについてはね、まあこれアイドルだよね、毎回ね。こないだ小池ゆり子さんが、ん小泉さんと何やかんやって言われたけども、えー、まあ、誰と言わないけど高市さんもいろいろね。あそう アイドル君はやっぱりあこれはにめときましょう、ちなみに小泉さんは独身をお歌してるそうで、ホテルって言ったけど、実はマンションを都隣に借りてるそうで、血眼になってマスコミを探してるでしょう、お姉さんと今度は一緒に住まないそうだから、今頃も楽しくてしょうがないでしょうないでしょうが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 ないでしないでしょうでしょでしょないでしょないううししょうがないでしょししょうがないでしょしな はあ <laughs> 振りかかんない私たちですからね、で、そうですね。いやー、でも。入りきった。<ー> <laughs> はい。もう全然わかんない私も少しこれで、松也さんのおかげでわかってきました。<laughs> えー、まだまだ勉強をしないといけませんが。うん、はい。はい、当分、今年一年間いじれそうなネタの増えそうで、いし楽しい安倍内閣でした。失礼しました。はい